月面への着陸に成功したのは旧ソ連、アメリカ、中国に次ぐ4か国目で月の南極付近への着陸は史上初インド宇宙研究機構は23日探査機チャンドラヤーン3号が着陸後に撮影した写真を公開。 二十四日には探査用の車両が月面に移動し、およそ二週間。月の地表を移動しながら、土壌や岩石を調査するということです。インド各地では、着陸が成功すると、人々が国旗を振って祝福しました。<music> 月面着陸をめぐってはロシアの無人探査機が21日に挑みましたが通信が途絶え失敗26日には日本初の月面着陸を目指す小型探査機、スリムを搭載したロケットの打ち上げが予定されていて各国の競争が激しさを増しています。